どうも、IS チャンネルです。2021年の8月15日に、茨城県大子町の、久慈川に架かる、地獄橋の、久の瀬橋が、完全に水面下に隠れ、水地獄になった時の動画を公開します。茨城県の県北の、この地区では、沈下橋のことを、地獄橋と呼ぶそうです。場所は、水郡線の袋田駅から、1キロ弱のところにあります。歩いて、10分強の場所です。しかし、この場所は、水郡線の線路から、わずか、110メートルしか、離れていません。2021年の3月27日に、満を持して、復旧した区間なだけに、今後の水量の増加が、大変心配です。こちらが、2020年の2月の、久の瀬橋の様子です。このように、軽自動車が、通ることのできる橋になっています。そして、こちらが、2021年8月15日の、午前11時頃の映像です。完全に橋は水没し、濁流が勢いよく、流れています。今後、上流で、増水しないことを、切に願っています。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。